失礼しました。読んじゃった。あ、いや、見てみて。はい、では、お願いいたします。今日は100番原状化以前の6のところで三木重雄のですね、ハイジの位置を吉本さんは原料化以前のケースとして、取り上げているわけですけども、今日ちょっと三木重雄と吉本さんのちょっと接点みたいなところを考えながら、
同時にその接点が我々はどういうふうにそれを引き受けて考えていけばいいのかっていう、ちょっとその辺のお話を簡単にやります。で、ここは吉本さんなりに三木茂雄の考え方をただ追っているだけなんですけども、その時に、ここの箇所では一つは秘蔵ですよね。秘蔵の位置、その造血作用という、それがちょうど水性から陸性に変わってくるときに、いわゆる水から陸に上がるときに造血作用の位置が、徐々に変化して、ここでは触れてはいないかもしれませんけど、我々だと脊椎の方に、脊髄の方にですね、それがこう移行してくる、そういう発生的なプロセスの位置が一つあるということと、でそこの、一番三木茂雄の一番大きなポイントは、その水上から陸上に上がってくるというところなんですけども、その時エラが退化して肺になっていくという、でそれを胎児は同じ状態で、経ているんだと。この32日から38日までのその6日間で、約1億年の生物の歴史を一挙に胎児がたどっていることに三木茂雄は気づいたという、これが一番大きな三木茂雄のポイントだと思いますけども、その例をちょっと胎児に即して、触れて、あります。でそれから原状回以前の7の方では、今度は植物と動物というですね、これの在り方をめぐってなんですけども、食の層とそれから性の層ですね。でこれが植物における食の層と性の層というのが、動物における食の層と性の層と基本的に違っているということがこのポイントになります。で、はっきり言えば植物はそこにとどまったまま果実を作り上げて、それで自分は死にたいといくわけですけども、その食の層と性の層の中でほとんどは性の層、つまり果実を作るというところに費やされるんですけども、動物の場合ですとそれが餌を求めてうるつき回るということで、その動物のうろつき回りの方は性の層というのが非常に、わずかなものでしかなくなってくると。でそういう基本的に動物と植物との違いみたいなものがあるわけですけど、これが人間の場合、その動物的な器官と植物的な器官が、合体していてですね、でそしてその生命という形で、それが扱われるわけですけど、その植物的なところは循環系、血液系、これはあんまり明確に書いてないですね。3つに分かれてるっていう書き方で、437ページの一番最初の行に、腸管系と血管系と循環系って書いてある。内臓系というのが腸管系と血管系と、それから循環系っていう形なんですけど、これが植物的な器官というふうに三木茂雄が言ってるところです。でそれに対してその体壁系 この外皮系と神経系と筋肉系というところ、これが動物的器官というふうに三木が言ってるところで、
まあ、要するにその内臓植物的な器官の系を体壁系ががっちりと筋肉神経、外皮ですね取り囲ん でそしてあの植物的なその機能が何て言いますかどちらかというとこう従属的な位置に入ってしまってるそういう人間の何か限界みたいなものを三木繁雄っていうのはあの言ってると思うんですけども、まあ、そこのところに吉本さん注目して、まあ、食の層とそれから性の層とのですね、関係をここで、踏まえてるというようなところですね。で ここでの叙述自体は僕そんなにあの吉本さんの考えを展開してるっていうちょっと感じはあのしないんですけども、あのその後あと、エラが変化した時の声帯声の位置それからあの脳みそという形で頭の中ですね、あの要するに体液系の中心が脳みそ脳になって、それから内臓系の中心が心臓になるというそういう位置を抑えて、いるという感じですね。なんか これ自体はなんかまとまく胎児の成長をちょっと確認しようというそんな感じでしかないというふうにちょっと思います。それでちょっとこっちの出島の方をあの見ていただきたいんですけども、あのまあある意味で吉本さんのなんて言いますか解説めいたものが人の体っていうこっちの方とそれから海呼吸と古代化粧ですね、この両方にあの載ってるんですけど、ほとんど内容的に重なるんですが、あのこっち海古代化粧の方がもうちょっと概念的にあの整理がついてるっていう感じがあのします。でここで一番やっぱり大事なポイントは、吉本さんが自分が自己表出支持表出というふうに言おうとしてたことを三木繁雄のその内臓系植物と堆肥系動物のですねそこに見出したっていうですね、ここが一番大きなポイントで、ここは同時に吉本さんが何かを飛躍させていてですね、で読む側としてはあのちょっと戸惑うところ でさらに吉本さんは自己表出と支持表出を商品の交換価値と使用価値から引っ張り出したっていう言い方をしてて、このですね商品レベルで言ってる交換価値使用価値とそれから言語レベルで言ってる自己表出と支持表出とそれから身体生命レベルで言ってる内臓系体壁系っていうですねこの3つの段差が あるというふうに思います。で対応関係にはあるんでしょうけれども、なんかここはいまいちどういうふうにちゃんと押さえていったらいいのかという感じでいます。で僕の場合はそれをさらに今度は資本というレベルでこの身体言語特に商品のレベルを変えようという意識がちょっとかなりあるもんで、いわゆる身体言語と資本の回路とですね身体言語と商品の回路は違うだろうっていうのがちょっと僕の場合ちょっとあって、まあ、そこら辺のところも射程に置きながらちょっとフォローのし直しをやっていきます。で、まあ、いずれにしてもこの両項2つの項で立ててるわけですけど、この両方の関係はですね関係が構成されるっていうのは僕はもうはっきり言って非分離関係にあるという形でこの概念は掴んでいかなければいけないというふうに思ってます。つまり交換価値と商品の使用価値にしてももう同じ商品の中のこっちの面から見た場合と交換の面から見た場合と使用の面から見た場合でこれは分離はしてないわけで、この本なら本でこれが、定価2500円というですねで2500円として交換価値で売られるということと、それからこの本で、生命とは何であるか三木繁雄のその考えを知るという使用価値は全然分離してないわけで、これを非分離という形で僕は掴んでいかないと非常にこれ見誤るという感じをしています。
で見誤るっていうだけではなくてですね、実は今企業でどういうことが起きちゃってるかっていうと、この交換価値的なものを要するに社会の規範の中にくっつけて使用価値的なものをもうほとんど企業は見失ってるっていう、あの接触するたんびにそれちょっと痛感してるんで、あこの人たち完全に分離しちゃったんだなっていう感じがあのしています。でそうしますとですね、何が起きるかっていうと、使用価値を経済するということがもうできなくなっちゃってて、交換価値の量産可能性の社会規範を存続させるっていうことしか しなくなるという、そういう物証化の次元に陥っちゃいます。でそうするとそれ一体何が生命的にそこで起きてるのかということですね。でそういう問題が非常に実は引っかかってき、ていまして、で なんていうんですかね、もう何重にも転倒した構造化された存在をそこに見ることしかできないみたいなところまで行っちゃってる感じがして、ですから単純にこの交換価値が自己表出で内臓系に対応するっていう単純な構成に対応関係にもうなってないっていう感じをちょっと受けてます。そんなような問題意識からちょっともう一度ちょっと三木と吉本さんの関係をちょっと再確認していきたいというようなことなんですね。で人の体の植物性器官と動物性器官との高度に絡み合った姿こそですね、これが人が分節された言葉を発する身体からの根拠に他ならない。ですから吉本さんから言うと、その植物性器官と動物性器官という三木清のそれが高度に絡み合った、そこにその人が分節された言葉を発する、人間が言葉を発するというその身体根拠はこの植物性器官と動物性器官の絡み合いにあるということの押さえ方です。でこれは自分の体の中で自分の生成のための食べ物を合成するということが植物系の自己表出だと。でそして自分の体の外で栄養物を求めて運動して感覚を発達せざるを得ない動物、人の植物性の特性、これが支持表出だというふうに言ってます。まあ、単純に言っちゃうと、内臓系の食べ物を合成して作り上げる、それが植物的な自己表出。食べ物を外に求めて運動して感覚を発達させていく、その動物的特性、これが支持表出だと、こういう捉え方ですね。で人の言語っていうのは内臓の動きから来る心情の作用との関わりの側面を主とする。でそれに対して外感覚器官、神経、脳のように理性も含めた外感覚への対応の側面を主とするもの、この2つのものがあるということです。ですから単純に言うと心情に作用する側面を主としたものと、理性、にですね、関わるものを主とするもの。でこの内臓の方が自己表出で理性に関わる方が支持表出だということですね。でそしてもっと分かりやすく簡単詞、形容詞に分類される言葉が植物性で、名詞代名詞に象徴される言葉が動物性なんだと、こういう対応の仕方になっています。そうすると言葉の自己表出というのはその心臓に象徴される全ての内臓器官が刺激によって動かされたり、緊張やその逆の緩みを生み出し、そのことから心情の揺らぎを作り出すこと、これが言葉の自己表出だ。で言葉の支持表出っていうのは対象物に対する認知と反射の表現だから、主として動物性の感覚器官の動きと機能に関係づけられる。これが吉本さんが三木繁雄を踏まえて、自分の言語表出論と関係づけた言い方になってます。
でこれをもうちょっと解き起こすために、じゃあ三木茂雄自身がちょっとどういうふうに考えてるのかっていうことがちょっとその後のところなんですけども、そこをもうちょっとフォローし直していきたいんですが、まずですね、三木の特徴として動物と植物、さらにここに胞子までは本当は後にかかってくるんですけど、動物と植物の非分離関係の適質がまずあります。でこの非分離関係っていうのは僕が勝手に使ってる言葉ですの で生殖、外からの栄養の摂取ですね。で要するに栄養と生殖ということを営んでる、これが生物だと。でそれは食と性に関わっているんだ。でそこに生と食と死のですね、自然のリズムというものがあって、これが環境条件の決定性を伴いながら生きている、これが生きている生命、生物であるということの定義だというふうに言ってます。で基本的にその栄養を摂取し生殖をするということですね。でこの食と性、これが生物である。でそういう生物から分化して動物と植物への分離が起きてきます。でそうするとそれは何かというと栄養の取り方の違いだと。で植物のように独立栄養という形で取っていくのか、それとも餌を求めて動き回る動物のように従属栄養という形でやるのかということで、個体体制が分化してくるということになります。そうすると植物の持つ生まれながらの合成能力が動物には全くないということがあるわけで、つまり植わったもの、自然と協力しながら植わったものそれ自体、これが植物だ。で動物というのは餌に向かって進むために感覚運動の生活をして動くものになってくる。これは自然と戦いの餌を取るために自然と戦っていくわけですけどもそういったものがこれが動物だと、こういう文化が起きると。でそれに対して人間の体というのはこの植物的なものと動物的なものとが共生するということで、その中心が植物的なものの中心が心臓、動物的なものの中心が脳だということをですね。それで西洋と東洋という形で見ていくんですけども、アリストテレスが性のないものと性のあるものというふうに区分した。でその性のないものの4代の地水火風という、それに対して性のあるものは植物で栄養生殖で、動物が感覚運動で、人間が理解意志であるというですね。でこういう区別をアリストテレスがやって、でそれに加えてそのビシャーがですね、内臓的な生命として呼吸と循環と排出の初期間がそこに関わっている。これは内部的生命、内臓的生命で、動物的生命というのは感覚と神経と運動の初期間だという、こういう考え方を出してきていると。でいずれにしても性のないものと性のあるものを識別するという東洋の、西洋の考えに対して、東洋というのは自然全てが性を持つというふうに考えて、その地下四大素の地、水、火、風にも性があり、心情が存在しているんだというふうに考えて、でそれが五行体系として、木、火、木、土、金、水というですね、五行体系として作られていて、そこにさらに陰というのは内臓で植物的器官のことを言い、陽というのは動物的器官のことを言っていると。こういうふうに三木は理解をします。そして西洋の中でもこのクラゲスというのが、要するに四大の生命のいびきということで、四大心情ということで、要するに心情の作用と精神の作用というその、ものをですね、構成して、心情の作用は植物性の過程で、精神の作用は動物性の過程で、この心情の作用を要するに軽んじてはならないと。でそれがあってこそ精神の統括が可能なんだっていう、その四大心情の重要性を指摘している。で西洋でもある非分離的なですね、思考形態がちゃんとあったんだということを言っています。そして受け取るもの、つまり生命の糧である栄養物、それから外へ出すもの、生まれた子種、でこれがまあいわゆる基本として生命のベースにあるんだと。
ういうことですね。でそこから動物というのは一体何なのかということの究明に三木は行きます。それでその動物というのは要するに植物の場合栄養は成長保持の最小原因では全て小種になる、つまり果実の種にために使われると。それに対して動物は栄養のほとんどが感覚運動の動物的器官に吸収されて性細胞はほんのおこぼれ程度だ。で多量の栄養物燃料それを燃やす酸素そこからのその有毒排気ガス一酸化炭素尿ですね、これが動物の一つの動きになってきて、でその動物の中における植物性器官とそれから動物性器官というのがあって、植物性器官というのは栄養生殖の営みに関わる吸収と循環と排出の三過程だというふうに考えられています。で栄養物を取れる消化呼吸器系ですね。でこれは要するに消化をする入り口と呼吸をする入り口が同じところなんですけども、それもエラの進歩の発展からそれが非常にうまくですね作り上げられてくるっていう形態をきちんと三木は押さえてるわけですけど、それからそれを今度全身に配る血液脈管系という形で循環系ですね。でここに脾臓の位置を非常に重視して血管がどうやって造血作用がですねどうやって脊髄の方に移っていくのかということを発生的にやってます。それからそれを外に出す泌尿それから生殖系、これが排出系だということですね。でこの消化呼吸それから血液脈管それから泌尿生殖、これが要するに同じ器官の中で非常にこううまい分化してなされていくのが動物の植物性器官ということになります。それに対して動物における動物性器官というのは感覚運動の営みが受容伝達実施の三過程に分かれるということで、体外の刺激に応じる感覚系受容系と刺激を導く神経系伝達系と最後にこれを表す運動系実施系という形で、捉えている。で結局動物ってのは何かというと胃袋と生殖器に目と手足がついたもの、これが動物だと、こういう規定の仕方です。でそして、心というのは心情心臓で植物的な営みであり、頭というのは精神で脳で動物的な営みだ。でこの思うということは脳と心臓がですね合体して機能していることだという言い方になります。で動物的器官が植物的器官を次第に支配していくということで、まあ、いわゆる筋肉神経が植物的器官に強く介入していくと。でそうするとこの動物極が北極で植物極が南極入り口だっていうですね、そういう位置づけになって、これがマンハッタンの都市の構造というですね、都市の景観も、頭脳を北に置いて、芸術的なことを南に置くというですね、なんかそういう構図として、都市も作られる。さらに地球も北へ向かって移動していくみたいなですねことをにとして拡張しています。でこの拡張の仕方あたりになるとあれっていうような感じがしないでもないんですが、多分本質的にはかなり大事なことを生命的に言ってるんだろうと、まあ、いわゆるそのこれを解剖学的形態分析と発生して形態変容から生命形態学生命形態の自然史という形に行くんですけども、この時にちょっとここで書いてないんですが、構造というのは仕組みとそれから形として姿形としてあるというですね、その仕組みというものを機械的に因果関係で測定して分析している、こういう自然科学のあり方に対して形を形として姿形そのものとして直感的に感じ取っていくということ、これが形態だと。でその形態に対するゲーテの認識なり方法を踏まえてですね、
三木はこの発生指摘形態変容、解剖学的形態変容 の体系を作り上げたということになります。でそしてその形をずっと見ていくと、胎児がこの生命史の全過程を経ているということに気づいたということですね。それから水性から陸性への移行が非常に大きな意味を占めていると、まあ、妊娠におけるつわりというのはちょっとここの位置に立つわけですけども、それからあと生命リズムとして8ビートのですね、ロックをなぜみんなやるのかと、生命リズムは8拍子で、波 のリズムも人間の生命のリズムは8拍子、16拍子だっていうことが一つあります。それからもう一つは、三木が学生たちを見てて、なんでこんなにノイローゼが出てくるんだろうって見てたら、人の生命周期が25時間、正確には 24.58 なんかだと思いましたけど、要するに単純に言えば月の周期に絡み合ってるわけで、要するにずれていく、つまり学生がバランバランな、自分も学生の時はもうめちゃくちゃな生活してましたけど、それは結構大事なことで、これは朝6時7時に起きてですね、夜9時10時に寝るなっていう、そんなことやってたらノイローゼになるぞっていうことです。信州大学でも環境学生環境手帳とかなんとかあって、朝早く起き夜早く寝ましょうなんてバカなこと言ってましたけど、ノイローゼになれっていうことを言ってるだけの話で、そういう無理解が起きてくると、まあ、大事なことはいずれにしても月の周期というものをちゃんと考えて、生命リズムというものをちゃんとつかみましょうというようなことですね。でこれがベースとなって生命形態論 の非常につぶさな細かい分析にいきます。まあ、それはもう分かんないんで、ただお見事っていうことしか言えないんですけども、ただ我々はそこで知ったことは、個体の変性過程の中に系統的習俗的なですね、展開過程っていうのがあって、その種族的習俗的な展開過程は個体形成の中で営まれていくっていう、系統発生と個体発生の非分離の関係の実証的かつ生命的な現実を三木繁雄から明確に見せられたということです。でそうするとそれが進化というものとどういうふうに絡み合ってくるかっていう、これは三木繁雄の独特な系統発生と個体発生を作り上げた表になるんですけども、この有名な図ですね、こっちは系統発生でこっちは個体発生になって、そしてここにちょうど妊娠陸上とあれのこの次元がこの各種族ごとにこう設定されてくるというですね、これは本当三木繁雄ではなきゃできないような見事な図だと思うんですけど、そういう組み立てになってきます。でそうしますと、そこからちょっと僕なりに思うのは、そうするとその三木の考えの中にですね、まだその西洋的な自我自己の形成っていうのはどっかにあって、その自我の形成ということの限界みたいなものを生命的にこう批判的に見て、その生命的根拠をつかもうとしてるんですけども、ここで言ってる植物系の動きですね、だから寝ていても意思が持たなくても呼吸をし心臓が動いてるっていう、この植物系のこの動きは僕から言うと肘子の動きなんですね。でそうするとその肘子のその動きっていうのは、これはただ単純な免疫学の方からのあれなんですけど、この免疫的な状態の領域を人間の生命体っていうのはちゃんとキャッチして、そこに植物的な
動きというものを作っていると。でこの辺がちょっと幹の方から あんまり鮮明に見えてこないというようなところがあります。でこれポツンポツンと触れては幹いますけども、ちょっと体型だってそこは見えてこないというのが一つです。でつまり人間の存在として自己を主体という形で人間の存在を規定はできないということの根源的なことを三木は言ってるはずなのに、なんかそこが人間の自己自我の問題という形でですね、なんかこう集約されてしまってるんじゃないかということを言ってる。それからもう一点は、この動物的なものとそれから植物的なものの非分離関係が分離関係という形で分化していくんですけども、この分離と非分離の相互の関係のところがちょっとあんまり見えないっていう感じを受けてます。でここが実はその構造の仕組みと、それからその三木が言ってたその仕組み、構造の仕組みとそれから姿形が違うんだっていうですね、その仕組みとその形との、仕組みと形です。これの相互性。それはだから右にとって仕組みっていうのはこれ機械論になっちゃうんですけど、それ機械論に簡単に還元されないでしょっていうですね。だから自然科学的な分離された機械論的な見方としての仕組みっていうことじゃなくて、もっと非分離の仕組みっていうのがあるはずで。でそれはそのここの非分離関係と分離関係の相互関係をきちんとつかむと、この仕組みと形との相互関係が構造構成的につかみ出されるんじゃないかと。だからちょっと概念的な言い方をすると、構造化する構造っていうのはここにヒントがあるはずだっていうふうに僕は見てます。で構造化された構造としては分離関係っていう形で分節化されていっちゃうんですけども、それが生命としてはそこに動いてるはずで、その構造化する構造としてのその生成的な動きっていうのが、実はそれが資本の動きなんですね。で商品はその動きで取れないんで、もう出来上がっちゃったもんですから。でも資本っていうのはその動きをするんだと。それが僕の言ってる経済するということのですね、なんか基本になってくるっていう感じを受けてます。でそれは主体の動きではなくて、次にあります術語的な意思として、この植物性器官と動物性器官の関係が動いていて、でそれが要するに人がなぜ経済活動をするのか、なぜ人が言語を話すのか、なぜ人が芸術を作るのかっていうですね、そういう生産していく、創造していくところの根源的なポイントになってくる。でこれをですね、僕は広松の物証からも、それからもっとアホなのは高橋洋次でしたっけ、もう呆れ果てるようなことを言うんですけども、つまりピカソなんていうのは存在しないんだみたいなですね。でそういう安っぽいその還元論に行っちゃうんですけども、この術語的な意思の植物性器官と動物性器官の相互性の中から、そういうその三木が言ってる生命継承的な原型的な動きをしながら、かつそこで個体発生的な個別の創造性が使われてくるということが起きてくるわけで、そこのところをですね、この術語、ここは術語の理論からここは掴んでいくことであろうというふうに思っています。でそこにさらに三木が環境の決定条件と言っていることなんですけど、それは環境条件の場所性という限定性が必ず絶対入ってくる。で、 ですから場所的な規定性の重要性ということで、すごく大事なことで、いわゆる環境、地球環境一般の規定性ではない、場所によって規定性が変わってくるんだっていうですね。そうするとその個体発生と系統発生の生命的な構成の中でそれがどのように組み上がってくるのかというようなことになります。でこれは実は思想の形成であるとか文学の形成にも僕は必ず作用しているというふうにちょっと思っていまして、でここのところはちゃんとやんなきゃいけないんですけど、多分死ぬまでできないと思ってるんですけど、問題設定だけはしておこうと思ってますが、ちょっと極端な言い方すると、場所規定性としてではなくてね、
あの場所の諸条件を踏まえて太宰津軽的な場所の条件から太宰の文学が出てくる、で東京的な状況から芥川の文学が出てくるっていうのはですね、そういう文学の僕場所的術語的な非分離のクリエイティビティっていうのは非常に重要な意味を持ってくるだろうっていうふうに思ってます。でこれもっと乱暴な言い方すると、福岡からは右翼が出る、久留米からは左翼が出るんですよ。でそういうことはですね、結構規定性として出てくるんだろうっていうですね、あの感じをあの受けてます。で それは下手するとあの場所還元、あの実体還元いっちゃうんで、ちゃんとこれは表出論を持ってそこをやんなきゃいけないっていうことですね。でそうすると現世疎外から純粋疎外への表出において、そこに生命形態の規制性というものが来てるはだろう、未期的な。でそこに術語的な意思の基盤と、それが術語的な意思の基盤となってですね、古代的な幻想表出の継承の土台になったんではないかっていうふうに、あの僕は考えて、今回の国つかみ論というのは実は書いてるというようなことをですね。でその吉本さんがその飛躍をしてしまったところ、僕はもっと飛躍してるかもしれないんですけども、あの三木茂雄のこの生命論の持つあのこの何とも言えない魅力的なダイナミズムというのは、あの僕はもう経済論それから政治論にまできちんと適応して、生命的な政治の仕方、生命的な経済の仕方というものを暮らしを作っていく上での非常に基本的なポイントとしてちゃんとやっていかなければいけないだろうというふうにあの思っています。でそんなようなところから、あのちょっと乱暴な位置づけになりますけど、その原料界という形で位置づけ、吉本さんが位置づけた原料界の位置っていうのは、あのそういうことなのかなと。ですからあの資本の原料界というようなですね、あの商品に原料界があるというのはちょっと僕は思えないんで、あのその資本の原料界が商品という純粋阻害形態を作り上げていくというふうにちょっと考えてますので、その交換価値と使用価値の位置がここに来るっていうことが、これは今度いずれやるつもりでいますけど、あの吉本さんの言語を自己表出論、支持表出論の限界になっちゃってて、自己表出、支持表出っていうのはもっと普遍的な概念として、あのこの内臓血管体液系からですね、使うことができるだろうと。そうすると商品論の限界を超えていく、あの資本の動きがつかめるだろうというふうに思っています。で国つかみ論で共同幻想論の限界っていうのは分かったんですけども、今度これをあのどこでやればあのなるのかなっていうような感じで、まあ、単純に言っちゃえばあの今度は万葉からあの古今集、あの新古今、そして俳句というですね、吉本さんも大雑把に、ね、押さえてますけど、そういう文学表出の中で心情というものとあの理性の支持性みたいなものがどういうふうに構成されてきたのかっていうあのことをしないと、多分ここら辺の領域はあの突破できないんじゃないかなと。それはちょっと時間的にもう無理かなっていうような感じもしてますが、あの誰かそのぐらいのことをやんなきゃいけないというような感じで、います。ちょっとそんな感じでちょっと吉本流明と三木茂雄と関係性をうまく言えてるのか言えてないのか自分でも分かんないんですけども、あの三木茂雄の言ってることは僕そんなに福沢さんが多様なことを言ってるってちょっと思えないんで、 あとはこちらがそれを どうやって上手に使っていけるかっていうことと、やっぱり吉本さんがこの自己要素と支持要素にリンクするんだって言ってしまったことがですね、多分この海呼吸五田経営者の吉本さんのこの後ろの解説がなかったら三木茂雄ここまで来なかったのっていう感じが僕はしてます。でそれを言った瞬間に我々がハッとしたっていうですね、えっていうところで三木茂雄を読んでみるとっていう驚いた。それでなくて多分三木茂雄はただ優れた解剖学者で終わっちゃったんだというふうに
しらと思うんですけども、まあ、いずれにしても吉本さんの読みの凄さって言いますか、やっぱりここでいう植物性感覚の凄さって言いますか、それが大きなあれだったなという感じがします。というのがちょっと僕のバカのいろいろご異論もご厚があるかもしれない。一つよろしいです。はい、未気学に対してというところはちょっと難しいんですけども、その非自己というのと免疫学っていうのは、そこはどういうふうに考えればいいかなっていうか、その自己と非自己とか免疫、ここで忠富雄の免疫論っていうのは非自己論なんですよ。だから要するに免疫、単純に言うと免疫は外から来るものに対してそれをちゃんと防衛、体の中にこう作っていくわけですね。でその時なんかこう因子みたいな、なんかややこしいのがあるんですけど、なんとかなっていう、それが作用してそれで免疫体を作っていくっていうことですね。外のものを自分の中に組み入れる、で僕の非自己論というのは忠富をヒントにして風光の狂気の歴史とそれを合体させて作ってます。だから自分なりの理論の形成を今度は哲学さんの2ではもうちょっとやるつもりで言いますけど、ね、だから単純にすごい現象的に涙をこらえようと思っても涙が出ちゃうとかね、そういう心臓に止まれていても止まんないっていう、でそういう言い方を僕はしてるのは、幹のこの植物的な器官の動きを前提にして、それを分かりやすく世俗的に非自己だ、面倒くさいから言ってるだけです。ただ明らかに非自己の動きの方が生命体としては大きいですよね。これは恋をするとすごく分かるんです。恋をした時思い出してよろしいですかね、いくつか周りに調子ながらですね、いくつかお聞きしたことがあるんですけど、まず今日は200と101の現状界以前と現状界以前7に限定して、でその上でこの100と101というのは主要には三木茂雄の大義の世界に関する解釈、主要にはですね、三部文献があるのでそれも含めてってことを言うんですが、主要には大義の世界の解釈を述べているんですよね。でそれ以上のことは基本的にここでは書かれていないわけですよね。そうするとこの100と101というのは吉本隆明の三木茂雄の大義の世界を中心と作品に対する解釈を示しているということですよね。でそうすると問題はいくつかの系譜に分かれていくんですけど、一つはその三木茂雄の大義の世界を中心と作品に依拠した、そこをその庭が妥当性という意味、一応ですねと言いますけど、妥当性、別に言わせれば、その依拠した場合に起こる理論的な拡張の可能性という問題が起こるわけですよね。別の方でもよかったわけですから。でとすると、少なくともこの100と101に関する解釈は、解釈としてこう述べているという意味では多分それほどその解釈のズレっていうのはないだろうと思える。はい、吉本の三木茂雄の大義の世界を中心とした三木茂雄解釈としてはそれほどズレはないだろうと思える。でとすると問題は100人以降にこの解釈にそのいわばどのようなそのいわばそのこの解釈を踏まえた上で吉本の身体現象論のいわば展開の拡張がなされているかっていうように多分なっていると。したがって話を戻すと100と101だけに限定すれば、これは吉本が
三木茂夫の体の世界に関してどのように解釈したかっていう、そこだけに限定した笑いの読みで、うん、一旦とどまっていいだろうと思うんですね。いいです、そこまで。そこまでのところで、この三木茂夫がなんでこの位置に来たかっていうことは、今の原了解の1から6までのところは、原了解だから了解と関係っていうのは身分離だと思うんですけれども、1から6のところはどちらかというと母子関係っていう関係のところでずっと来てて、それでここの幹の7、8のところで、その6、7のところで、内臓系と体液系という神聖とそれから理性みたいな了解の仕方の問題が、関係から了解に来て、それで次に来妃の、西洋文明の、了解の仕方みたいな、水付けみたいなところにこう流れていくっていう、そういう流れ、全体の流れじゃないかと思って。それはまあ8に行けばね、8に行けば、で、まあ、そこは次の行になると思うので、一旦止めておきますけど、とするとそのやっぱ解釈に限定されてるわけで、その問題はその解釈の持っている、先ほど出した妥当性とか、あるいは別の言い方ではその解釈の持っている拡張の可能性といったものについて、一応ですね、焦点を絞ったわけですよね。で、でそれで今日の山本さんの報告はそれを踏まえた上で、やっぱ山本さんのいわば吉本新定現象論の100と101に関するその解釈、つまり山本さんが吉本の新定現象論本文の100と101、原了解以前6と6に関、6と7に関する解釈を述べている、で解釈を述べると言ってもそれは、より限定すればこういうことになっていると思うんですね。まず吉本の新定現象本論における100と101というのは、吉本の三木茂夫に対する解釈を述べている部分、それに対してその解釈、吉本三木茂夫に対する解釈に対して山本哲司が解釈を加えたというのが今日のこのレジュメ部分だと思うんですね。でそれよりそこもちょっと言うと、原了解以前はそこまでの領域の射程を持っているということを言いたい。はい、それは吉本の見る資料解釈だけに、そこだけの吟味にとどまらず、山本哲司のいわば原了解以前6と7に関する、というよりも、要するに吉本さんの原了解、ね、だから最初にその母子関係、家族関係、いくつか関係でも、まあ、母子、あるいは幼児だよね、乳幼児。これに対してここに胎児が出てきたときに、この胎児を射程として構成される原了解、これは生命的な規定性とね、ここで僕言ってるのはその経済って言い方をしてるんですけど、これは吉本さんの場合は言語なんだ。その言語と経済がイコールだというような領域を踏まえた原了解領域の解析なんだよ、吉本さんがやってることはね。でそれを見てるわけですね。そうそう、でそれは吉本さんのその三木茂夫に対する解説にそれは描かれてる。でそれをここで彼が述べてないわけ、つまり例えば自己表紙と支持表紙だね、でなぜかというとこれは心理的現象論だから、それ言っちゃうと言語論みたいな話にずれちゃうというふうに思ってるから。だけどその後は今度は原料、民族語了解っていう形で出てくるでしょ、その後ろ今度は枕言葉です、もっと一番最後のところ。いやそれはそう、ね、でつまりそこの領域への射程がそこをここを踏まえていかないと本当は届かないんですよ。いや、まあそう、でそれでね、もう少しその、いやそこは今整理したところの途中を受ける形で説明してますから、私は
そこに関しては一旦その一旦過去に送ってみましょうか。一応ね、はい、それは私に下せれば吉本隆明身体現象論本の原料界以前6と7に関する山本解釈、しかも山本その場合の山本解釈も吉本三木茂解釈に限定したものではなくて、そこから言えば理論的な拡張の可能性を含めたところも山本解釈をこの例に示しているという意味で、そこは一旦同意します。でそこでかついくつかその問題を提起している。でその問題というのは例の3ページの三木学に対する4つらしいですね。ひじこの視野から見直すと、2番目が非分離関係と分離関係の相互関係、3番目が自主的意思と植物性機関、動物性機関との関係、4番目が場所的規制性の重要性ということで、関係条件の場所という問題を提起しているわけで、それ山本さん の非常にその独特な概念構成である非分離という用語を用いてですね、で その上で、まず手前で、その上を踏まえて、ちょっと手前でもう少し回ってみて、議論を起こしたいっていうのは、その100と101の吉本の三木茂解釈に、現実の形でその行いたいわけだけども、まずここで、原料化以前という議論というのをもう一回整理しなければいけないんだけど、原料化以前というのをここの100、101では胎児という人間の人というと正確ではないので、一応新生人類としての人間というのに一応言います。求人もいますけど人ではなくてね、新生人類の人間のその胎児、そこをそのいわば原料界以前ということで、身体現象論における、身体現象における原料界以前の領域というのは胎児というふうに限定しているということですよね。でとすると、外界から言うと、外界ですよ、出生した後はいわば原料界というふうに一応差し合って概念的には区別しない。ところがですよ、吉本のこの論述では少し裏切りがあって、残念だけど101の項目に入ってますよ、438ページの上段では原料化以前の話からずれてしまって、出生後のいわば満3歳ぐらいの話までやってると、そこはまあいわばブレですよね、上質上のブレだ。でもその胎児の時のエラからそこへ行った時の咽頭と喉がこう構成されるっていうんで、それは胎児の時に規定されていることから起きているんだ。でそれね、実はそう、そうなんだが、しかし原料化以前という論理する場合は少なくともそこまでに留めるべきであって、つまり胎児までに段階を留めるべきであってね、上質としてはそれ以降で議論するというのは、議論の仕方としてそれは踏み外すと言い過ぎなんで、少しは逸脱してんだというふうに見なきゃいけないんじゃないでしょうか。いや、時間的にそれは規制性を加えてるだけで、構造的には別に胎児の問題だ、喉の問題だ。つまり胎児という形で構成されてる形の構造的な仕組みは、その人類の生命活動を全部悟るっていうことだよね。分かるんだけど、胎児がお母さんから生まれた、そこから先は胎児じゃないっていうことじゃない。それは分かるんだけど、そこで私がよりその言いたい、どんどん絞りたいことは、さっき私原生人類と旧人類分けましたけど、この山胎児分析にですね、原生人類と旧人類のいわばそこを分ける論点が組み込まれるかってことなんだけど、
そしたらですよ。だって同じだもん、ニワトリもヘビも。いや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 、そしたらね、うん、いや現世人類が人類たるね根拠、うん、求人ではなくて、うん、その問題は見失ってしまうんじゃないでしょうか。つまり胎児の段階で旧人類と新生人類を区別できない限りです。それは論理としては原料界の原料界以前という論理構成としてはいわば理論的に逸脱じゃないでしょうか。あのね、三木、そこは三木茂雄への多分批判のポイントになるところなんでしょうけど、三木の 論点というのはそういう識別ね、だつまり個体発生と系統発生との関係の中で、例えば ここで、ね、ここで新人類はただここにもしあるとしたら、旧人類はここにこう入ってくるだけですよ。ここはこれは要するにあの魚、これがこのあのちょうど、それはね、やはりそこは問題で、私は人っていうのと分けたわけだけど、人のいわばある文化の形態、分かれるというのはね、うん、そう考えなきゃ別の種ではないんですよ。つまり、でも別種じゃない。幹の形態がそうならない。でもしね、そっか、うん、いや、だから問題なんだけど、うん、つまり2つ問題があって、胎児の段階で人における旧人類と新人類の区別がですよ、できなければ、ここに行く原料界以前におけるね、新生人類の身体現象の原料界以前を幹学によって根拠つけることは難しいんじゃないかということなん、理論的にです。ある逸脱をするんじゃないかってことじゃないでしょう。違いますか。そう思わないですね。いや、そこは気にしない。別に言わせるとね、幹を生命的な規定性として据えるということをね、据えるということは要するに、そのこの生命形態のこの、その、ね、発展過程、これを前提にするということ。うん、そこは分かる。だけど、そこはその通りで、あの人、それは系統、あの体内における、そのいわば個体発生と、いわば生物における系統発生という関係に関する議論は、うん、ある領域においては正しい。だが、問題はですよ、より限定して人におけるこの主査を問題にしなきゃいけない。なぜなら原生人類はいわゆる人ではなくて原生人類であってね、それで我々が現在のような身体現象を持つっていうのは、少なくとも旧人におけるネアンデルタ人ではできなかった。なぜなら彼らは言語を持てないから。違う、だって夏目ぐらいで言語持ってないよ。だからこれがこのままこうやってきたから人間の体なんだよ。これに違いないんですよ。これが要するに進化の過程という形で、要するにここの部分からどうやってこれが進化していくかっていうのだって本質的に同じことなの。これが三木の生命体の生命理論の最大の成果です。うん、そこはあのただネアンデルタ人はこれに入ってくるだけだよ、もしあったとして。うん、それは人っていうところで領域組んでますからね。だからその程度では正しいんだと私は思います。あのもちろん私も生物学者じゃないんでね、その発生学者じゃないので、それに関する、いや、そうじゃなくて、僕やっぱり三木はやっぱり東京芸大の保健室の先生でしかなかったところで認められてなかったと思うよ。アカデミズムでも専門がないで、養老文字とか不正がなんか一生懸命見てたんですか。いや、ね、私は三木のその人、その三木の議論の基本、つまり体内における個体発生はいわば生物における人の発生までを繰り返す、いわば相似性を持っているという、その論点は私は多分正しいと思う。しかしそこはある一定の抽象度、つまり人っていうそういった抽象度のレベルでそうだっていうことであって、問題は我々が人間の身体現象を交差する場合は、人の内部における主査の問題を交差しないといけないんじゃないかっていうことなんですよ。うん、そこまで入り込まなきゃいけないんじゃないか。内部と外部の相互性で、動物性と植物性の。まあ、内部という言い方は。いや、だから、ね、だからそこは形態論 その非常に重要なポイントなんですよ。だから、三木はそのらしさのね、面影っていう言い方で
そういう形でしか言いようがない。で、科学的な形での測量化はできない。ただ形を見ていくと、その形そのものの中に明らかに一つのね、類似性と変化がある。僕はそこは一つの領域を設定すればほぼ間違いないんじゃないかと私は見ますよ、うん、そのでこのミキシ、うん、で発生のところはここの喉のね、この腸管の中から喉がこう出てくるときにここに喉咽頭ができて発生ができるようになってくるっていう、うん、その過程であってさ、うんうん、それは一応生物学的な、いわば知見として示したわけですから、それをその実証的に反射しない限りそうなんじゃないでしょうか。最初だとそう言えるんじゃないでしょうか。そうしないと量がいけませんからね、展開できないから。そのロジカル、今ニュアンデル大臣にその喉のここの発生が、ね、まだなかったとかあったかとか、それ骨格見る場合は出てくるんですけどね。そのものの発生とか、それはある、それあるっていうのは、少なくとも発生期間に関しては、その音を発生するという意味ではないだけ、同じというかその差はないが、問題は、その原生人類の言語、いわゆる母音を含めた、死因と母音を含めた言語体系を持つか、あるいは情動表現しかできない死因の体系しかないのかね、この2つの差というものがあって、この2つの差が、我々原生人類における人間の個体の身体現象の、そのいわば原料界にとって、一応原料界、および原料界以前にとって、極めて大きな要因を持つのではないかと私は思うんですよ。で、問題はそこに焦点が、いかなければいけないんじゃないでしょうか。いや、別な言い方すると、そこの言語的な、ね、言語の、その、それを言語構造って言えるのか、ランガージっていうの、どっちの領域か知らないけども。あ、そうか、あいつ。前田が言ってる、なんだっけ、その、元素とか音素とかっていうの、ソシュールの、なんか根源的なね、ことらしいんだけども、つまり、言語の文明的、文化的なもののもっと根源にある、ところの位置です。そう、まあ、音素ですね。うん、ね、まあ、音分かかる、うん。で、そこの領域を、要するに生命的なものとして規定するのか、あるいは歴史的、文化的なものとして規定するのかっていう位置取りによって、多分違ってくるんだと思います。で、ミキの場合、そこへの識別はない。で、あくまでも形としてのメタモルフォーゼの次元ですよ。いや、わかりました。そしたらそこは同じですね。だから別の言い方すると、そこをだから吉本さんが自己表紙だ、支持表紙だって強引に言っちゃってる時に、何がそこで飛躍されてるかだよね。そんな簡単に対応してるというふうに思えない。わかりました。少なくとも三木CEOに関する解釈、評価付けは同じだということが、でもね、これ僕スタッフなんかやってるんだけどね、本当に生命に対する根源的ひっくり返りを持ってるみたいな認識だから、ともかくうちの研究所は幹をベースにすると、もう有無を言わせずにともかく幹をベースにしろっていう、今日もそれやってきたんだけど、もういろんなね間違いが起きるんですよ。なんか無意識に、その動物性、ね、動物性って植物性的な関係性の中の生命体を抑えてないと、いや一種のね、非常にこうなんていうの、主体論の非常に粗雑な主体論に入ってくるんだよ。わかります。でね、ただそこでですね、私は一つ疑問を出しておきたいんだけども、そのこういう内臓系と植物系と体液系と動物、まあ、動物系でおかしいから一応動物って言っておりますが、これ一応比喩としては分かるんですが、当然のことながらね、ただやっぱり概念構成が少し弱いというか、ある種のこう問題を含んでいないでしょうか。なぜなら
我々の身体、つまりここでいう人間の身体のこれは動物身体ですからね、したがって太平系を動物と言ってしまうのはちょっとこれは概念用語としてあるミスリーディングと言って言い過ぎ、なしは使用間違えてて言い過ぎだけども、少し丁寧にか概念構成した方がいいんじゃないかって私は思うんですよね、というよりもベーシックに概念構成甘いよ、それ無理だよ、メキシコに。あのもしね、これ端的にこう言えばいいんですよ、身体系の内臓系と外形系と分けてしまって、それを内臓系を植物という、あるいは体液系を動物と統治したことが問題なんだから、動物というのはいわば身体を持っていて、それは内臓系と体液系の両方の器官のいわば自分の結合なんだと言えばいいわけですよ。そう言うじゃなくて、そこに我々が行っていかないといけない。でここでだから僕は自分に手がいに出ないと、三木教授のこの議論はちゃんと説明できない。なんかこう2つの系がこんなになってる、当然非分ですよね。それは文字通り、あの山さんが例を出したように、我々は脳幹で生きてるわけで、身体はいわゆる頭脳、あの前頭葉系は死滅しても脳幹生きてれば、あのまあ脳指紋だけも関係しますけれども、身体は心臓で動くですよね。だから脳死の問題とは文字通りここでいう内臓系体液系の関係の問題ですよね。これは非分離ですよね。しかしより強く言い方すれば、限定すれば、あのいわゆる前頭葉が消費されて亡くなったとしても、脳幹が生きていれば人間身体は生きているという意味で、その限りでは分離できる、その限り。しかし逆はできない。脳幹を示してしまったら、当然いわば前頭葉も示す活動できない。そういわば非規約な関係になっている。したがって非分離という時には、いわば前頭葉系から見た場合にそれは非分離って言わざるを得ないと。なぜなら脳幹系から見れば分離できるからですよね。エイリアン見た？そう。プロメテウス、見た？あ、見ましたよ。そこの問題に引っかかってると思う、だから私は非分離正しい、その通り。ただそれはあくまでも、前頭葉から見た場合だと、身体の部位から、部局から言えばですよ。したがって基礎はやっぱり脳幹の基礎にした上で前頭葉なんですよね。で問題はこの非分離の関係となっているわけですよね。これは難しい問題だけども、ただ話を今日神経現象論ではそこに即すと、この問題を解こうとしたのが吉村神経現象論ですよね。ですよね。それでいわゆる現象的障害と純粋障害という概念を出して、この EV の関係を解こうとしたわけですよね。でもこれ終わっていっちゃうのだって少なくとも吉村さんが三木茂雄から触発されたことをもっと大状態にこう組み込んでいけば、議論がここからグワーッて引くの。でもそれ嫌だったんでしょうね。嫌だった、もうここから始まるのかよって感じで、もうこうなってね。もうここまで来たのに、なんでここから始まりかよって感じで。未完で惜しい惜しいって言うけど、もう当時に1回言ったら、いやもう終わったって言ってんだから、もう。もういいって言ってんだから。だから別の映画だと、吉本さんがやり残したことが山のようにあるんですよ。それをちゃんとアカデミズムがまず踏まえないのはもうほっといて、やれる人がやっていかないよ。より藤井貞川さんにちょっと言ってるもん、吉本は死んだらもう去年でも今年ですからって、もうガクッとしちゃって、あ、興奮してますからやんかなと思って。いや、ちょっと1周年記念だからさ、ちょっとうちの一子も吉本さん組もうと思って、そういう、ああ、そうですね。文学中心にやるつもりだったんですけど、ね、去年のことですよ、ね。何言われて。そっか。じゃあこれ、ここのところ全部引っかかるんだよ。だからあのピアジェ、ワランもそうだし、あの次のライヒもそうだし。
その次のアフリカ的段階の位置もそうでしょ。だからアフリカ的段階で彼は別にまた書いたけどさ、もうそういうテーマになっちゃってるこれ、テーマ差としてそれぞれがなんか一冊分ぐらい吉本さんの頭を使わないと展開できないぐらいのことをなんかポソンポソンと言ってるって感じで、僕は原料会以前から始めたのはそこのところが非常に大きなポイントになる。私は良かったと思いますよね、僕が始めたのは。理論構成から言うと原料会以前から行かないといけませんからね。それだと思います。で、それ、ね、質問ですけど、この原料会以前のこの100と101の議論を踏まえた場合に、今というのを、今の概念ですけど、どの位置に設定しますか。今の位置というのは、今概念の位置。どの段階、つまり、ね。なんじゃないの、原料会に。ん？原料会に今はないんじゃないの。それが原料会以前のあれだ。原料会、一応原料会っていう概念は広いんだけれども、受精してからそして出生するまでこの領域は原料会以前ですけど、この原料会以前におけるその身体現象の領域を岩っていう形で言えませんか。逆に言うと岩っていう形で抽出するようなものをが生み出される基盤が形成されるみたいな感じ。だから別な言い方すると岩っていうのはある種の白い面に何かを塗った時のこう岩じゃない、ね、だけどここのつまり原料化以前っていうのは三木茂も言ってるけど白紙じゃないんだと、記憶としてもそこにあるんだっていうさ、それをこう辿っていく過程じゃない。受け取り発生、ね、だからそれはそのこれ別な言い方するとピアジェの言語論とか生命論っていうの間違いだと言われてるのは白紙状態なんですよ。最初そこに物が書き込まれていくっていう発生と生成なんです。でそれに対して三木茂たちが言ってることはそうじゃないと思う。書き込まれてるんだと。ここで書き込まれてることをちゃんとこう記憶のね中で形成していってあるベースができるわけじゃない。で、そのベースができて、そっから書き込まれたり記されていくことに多分違和感ができるんだと思う。原子論上における違和概念というのは生命が存在すること自体が違和で、そこにやっぱ原生的阻害という概念を出すわけですよね、うん、とすると論理が持っている、なしは概念の持っている抽象度から言うと、受精した段階からもうそれは岩一応ですよ。だから原生阻害のこの概念もなんていうの、そういうところからやっていかなきゃいけないんですよ。だから別な言い方すると、僕この原生阻害と受精阻害というのは概念的にすごい大事だと思ってるんですけども、このね、この原生阻害がこう出来上がる、これがその感慨とそれから身体のね、ここからのこのある種の阻害なわけじゃないですか。はい、そうです。でその阻害のここでここにぼやっとできる、これを僕はとりあえず物っていうふうに呼んでるんですけども、ここそれ自体にね、だからそこから阻害されるってことはあるんだけど、そこに何かそのなんていうの、岩っていう形の表現じゃないんだよね。でむしろこっから純粋阻害されて出てくる、ここにこう何かこう岩が出るんだよね。で幻想的に言うと ここで古事記空間になるか初期空間になるかっていう、こういうズレと岩が起きてくる。だけどタームタとか原表っていうのは同じだもん。だからじゃあそこは重なってるかってそういうことじゃないんですよ。
なんかまさに岩のズレみたいなものが起きてくる。だから純粋、この原生阻害っていうところはもっと僕は純粋にもっと考えていいんじゃないかって感じがして、でそこにだから幹の生命論、生命形態論ね、を置いていいんじゃないか、それから日本語の持ってるこのものっていうものを置いていいんじゃないか。でそれが要するにあの文化的な規定性の中でずれ起きるよ。だからここの原生阻害があのスペイン語ならスペイン語の世界で起きるのと日本語で起きるのとは違う、そういうずれはありますよ。でここは僕こういうところはもう理論的なそれぞれの立場なり選択のさ、それぞれの人の論者の分かれ目になって叱るべきだって感じがしてるところだけどね。だから吉本さんはちゃんと基本に据えてその思考とか理論とか思考ってなされるべきなの、それがなされてないからこういう状況になっちゃってるんだけど、それがなされたらそうなると思う。僕は今古事記と小学初期をやればやるほどね、ここのところがずれてない、ずれてないって感じです。そこにあの古代的なまさに継承、幻想の継承があるっていう、それが国掴みだってことなんですよ。で、天掴みになった瞬間にこうずれてについて、木本さんと同じように思ってたんですけど、そこの物のズレが現世的相場の岩っていうふうに神的現象の除雪ではそういうふうに読めちゃったんですけど、いや吉本さんそう言ってることでいいでしょ、そっちはいいんですか。で山本さんが、岩ってのはこっちの方を指した方がっていう、あ、そういう読み替えなんですね。っていうのはそこはね、共同幻想論の吉本さんのブレみたいな無意識になってくるんだよ。だから別の言い方すると純粋だというところから雑だということを吉本さんにはっきりと言ってるわけですけどね、そこはすごい大事なところ、純粋はなんか雑じゃないみたいな、そういう発想じゃなくて純粋こそがまさに雑なこと。なぜかそうだけど、木場さんがさっきネアンデルタ人とかってすごくこだわってるところあるじゃない、あれよく出てこないけど、ネアンデルタ人って洞窟にこう字を書いてた人、そういや、そう違う、全然いかない、いや全然いかないとわけです。いや、つまりもし何か書いてると言ったらね、それはもう純粋阻害の世界があるってことでしょ。埋葬はしてるって、埋葬してるって言ったらもうそれは純粋阻害の世界持ってるんだよ、埋葬したり花を飾ったりして、もうそれは純粋阻害の世界じゃない。だって これしか残してないんだよ、本にして。それで吉本さんはマルクスと折口と幹だっつってね。そのチャーでしょって。で、言ってることそんなにね、多様じゃないし。その古事記とかの展開みたいな、この最後の枕言葉のところが出てくる感じですかね。そこから先ですよね。聞いてて思ってたの。枕言葉っていうのはやっぱあれですか、天つかめと国つかめ、ぶつかり合いから出てくるっていうことではないですか。いや、枕言葉っていうのはそんな単純なあれじゃなくて、大変な。
なのでしか言わないから。これここまだ読んでないんだけど、なんか最近こんな枕言葉なんか若い人なの、こんな分厚い本なんか書かせてる。まあ、吉村さんはここでは単純に場所が消えていくっていうことを言ってるんですけど、でも折口なんか読んでると全然読みが全然違う。だから例えば八雲立つ八雲八重垣八重垣ってあれ、天津側の理解からただ雲がたなびいて美しいって話だけど、三階 の西見が言ってる八雲立つっていう五感の禁止でしょ、全然意味が違ってきます。だって今度さ、国津壁の書いて書評 どうしたらいいですかって、できるやついねえもん。だから高橋輝夫さんって昔の参考者の編集者で、要するに吉本さんやっててね、それで同時にプライムやってしたら、彼だけでしょ。古事記元気者全員が共同連載を無視してるわけですからね。ようあそこまで無視できるっていうぐらいひどいですよね。その口に溝口息子っていうのは共同原作のところはさ、妄想だみたいなところでピュッと使ってますよね。ああ、そうなんですね。そういう使い方です。今ってどこは考察のかなと今考えたんですけど、問題はこうじゃないかな。現世人類というのは母因と親因を持った言語体系を持っていて、そこで身体現象が存在している。ところが、いわゆる旧人類っていうのは母音を持たないで子音の言語体系の下での身体現象。母音を持たないってのは どっから引っ張ってくるんですか。いや、それは実証されてるから。あ、そうなんですか。そういうふうに、それは人類学的に実証されてるんですね。それはどういう実証かというと、私は知ってる限り言いますね、身体構造に違いない。どこの身体構造が違うかというと、旧人類というのはチンパンジー、ルジアにおけるチンパンジーと同じで、この口蓋の鼻孔の下がですね、水平なんです。それで喉仏がですね、上なんですね、ここ、上部というか、まあ一応距離が短いんです。ところが新生人類というのはチンパンジーという友人とは違って、ここの鼻孔の口蓋が少し凹んでるんです。で、そして喉仏はですね、少し距離が長いんです。従って現世人類は母音を発生できるんです。子音の母音もね。これは旧人類はチンパンジーと、ルジンとチンパンジーと同じで、情動表現の新者がいる。だから、おーとかね、できないんですよ。で、従って、情動表現するわけだから、当然、身体現象というのは情動表現の音楽だから、それはね、その通りなんですよ。だから、その、なんだろう、埋葬するとかね、ね、花を入れるとかってなったら、それは心情だけじゃなくて、体液系のね、ところがないとね、できないよね。埋葬っていう考え方自体が。もちろんそれは、身体現象だから、その限りはそうだと思いますよ。問題は、そこのレベルではなくて、母音の言語体系を持った身体現象とですよ。子音の言語体しか持たない言語、身体現象という差があって、したがって彼らは、そこは違うという。そこは示した、彼らは5万年ぐらい前に示したわけですよね。で、
まあ、5万年ぐらいですね。大体ね、大原生人類がそれ以降、農耕社会、農耕の段階に移行して、それから文明を作り出したんですよね。まあ、問題はそこですよね。ということを言った。こっちの人の体でね、これだから咽頭の部分がその水呼吸から空気呼吸に上がって、そのなんか最長って言うんだけど、まあエラの腸なんだけど、それそのエラの腸がさ、耳の穴とかなんとか、そういうここのところをちゃんとやって、それで声帯がこうやって出来上がってくるってね、うん、ここのところとその新人類とかさ、そのネアンデルタル人とのあれを形態的にちゃんと間ね入れていくっていう作業をさするということが一つでしょ。そうですね。ね。で、それとその今度はそこで発生されるんじゃ言語の発生音の音素の問題っていうのは、はい、僕は知ってる限りでは前田の素子理論だよね。そうですね。音、はい、論ですよね。まあ、受けは音ですよね。それで吉本さんもそこのところを、うん、こいつは言語の先を掴んだ唯一のあれだって言い方で評価をしてますか。あの彼と話してもそこは全然折り合わない。もう彼はもう言語っていうのはそこからの世界だから、そこから先が言語の世界だけど、うんうん、僕は歴史的規定性が入ったランガージが言語の世界だから、うん、全然もうそれはお互いに認め合っただけで平行線、うん、彼の言語観っていうのは多分そこのところに届いてる言語観だと。ちょっとそこだけに限定してなんですけど、私は平行線だと思わないですけどね、同じと見えますけどね、見えるっていうのは別に特に矛盾したら対してるわけじゃなくて統合接続されている。ランガージ論から音素が問題なんだよ、ランガージ論。いや、それはもうラング論の世界。そうでしょうか、うん、それはもう言語の構造の根源的な問題だ。そこはその通りなんですけど、その、ラングとパローとランガリーというその区別の中ではそうですが、だってあのランガジー論やってる立場からすればラング論は全く意味ない本当に。いや、だからランガリーが成立するためにはラングが存在しないとランガリー成立しないよ、うん、全然。そうですか、ね、それはもう自分の体験からも分かる。だって僕のスペイン語なんてラングなんか存在しない。いや、それはランガージだけで成立するの。いや、それはちょっとそこあのランガージの可能性の条件ってのはラングじゃないですか。違う、だからそういうふうに言うとラングの人はそういうふうにすぐ言う。うん、そうですか。そう、だからラングなんてそんなもん存在しない。そんなだからあのブリジュ的に言えばそんなあの理想的共産主義的共同体なんてそんなしない。いや、まあ一応話ですけど言語共同体なんじゃない。言語共同体はこれもだからもう前だとずっとやってずっと平行する。まあ私の立場から見れば別に他実際平行線だと思わないんですけどプロミテウスのあれを見てください。このもうすぐビデオになる。エイリアン。あれ僕わかんないけど、あれどっちが人間がエイリアンの操作なんですか。エイリアンが人間の操作なんどっちかですめちゃくちゃなんか本質的なことってなんか提案してますよね。ああいう怪物映画じゃないよね。あ、そうです、そうです、そうですね。いや、まあ、それは。でも、どちらにとったとしても、それは問題のは一つの難航でしょ。つまり、エイリアンが人類の祖先であろうが、あるいは人類がエイリアンの祖先であろうが、エイリアンが人類の祖先であろうが、どちらにしても、
ある特定の、惑星系で、ある特定の太陽系のある特定の惑星で、特定の知的な生命体が生まれたっていうものでは残るわけだから、どちらの場合にしてもね、そこが問題なんですよね、結構ね。だから、どちらが祖先かっていうことは、まあ、問題の本質には書かないんじゃないでしょうかね。いや見ててよくわかんない、もう一回見ないとわかんない。あれは植物系がなくなったってことじゃないよね。だってあそこの卵が出てるんだから。いや、これ、ミキユキシを読みながらエイリアンのことが全然浮かんできた。あれーと思うんだよ。彼が文化について触れた瞬間、なんかすごい飛躍するもんね。面白いけど、うん、それはあのもう一つ先ほどの議論なんですけどね、私も生物学者じゃないのでよくわからないので問題定義なんですけども、その体内における形態の変化というものがどこまでのその精密度の範囲で分類できるか分離できるかってことですけど、人の内部、人という死の中の分離まで体内の発生過程ではそこはできないんじゃないかと思うんですよね。つまり先ほど言ったネアンデルタ人とクロマニョン人の差というのを体内の発生過程の形態上の差として表現できるかどうか、表現されているかどうかっていう問題があるんじゃないかと思うんだ。私は少なくともそれは単純に言うと系統発生と個体発生だと我々悩んでるタラ人じゃないからないんですよね。どっかで分かれてるんですよね。いや、分かれてないです。分かれてないです。ミキから言うと分かれてない。なるほど。全部こうやって辿るんですよ。求人と。生命のあれは全部、うん、ホモサピエンスも最近だとホモサピエンスはずっとアフリカにいてって言ってるんですよね。ネアンデルタ人が先にいると言ってるのです。どっかでたまたま分かって分かるんです、うん、50万年も経ってますから。ネアンデルタ人の正確な話も今残ってるってことですね。つまりもう一回整理して言うと、体内における個体発生の形態上の差というものが人におけるネアンデルタ人とクロマニョンの差というのを表しているわけですね。つまり個体発生がある段階でネアンデルタ人の段階を通って、まあ、類人ですね、類人なしネアンデルタ人の段階を通ってクロマニョンの段階に行くという、そういう形態上の差が、表現形態はそんなにしようですよ、答え発生だと、うん、そうなんです。ミキから言えば存在することになる、うん、もしそれが存在しないってことになったら、うん、今回のあれはもうずれちゃう、うん、ですよね。それは分かんないと思うけどね、うん、分かんないと思うけどね、うん、ネアンデルタ人がここで胎児みたいな形で してない限り実証できないし、6日で1億年ですから、うん、最後年齢とりあえずこれさ何万年っていうのは数万年、数万年が何秒ですよ。それは発見したってすごいよ。いや、私ミキを読んだ時にね、カエルがオタマヨシから魚類からカエルになるじゃないですか、うわ本当だって、それまでそんなこと全然考えたこともなかったのに、ああ魚類から両生類になるって、それを体内で多分やってんだっていう、それは本当にすごい衝撃。吉本さん以前に読んでました。いや吉本さんなんでしょ、ね、それ吉本さんなかったらもう私ね、うん、これね、ただいわゆる一般的な
常識と言い過ぎだけども、答え合わせはケト合わせを繰り返すという議論はちょっとあったわけですよ。随分、もう、それも100年以上あるんで。生物学で言うと、かなり否定がされてますよね。もうありますよね。たまたま同じ形したものが、遺伝子でちょっとずれたらこんなに違っちゃっただけなんだよみたいな言い方で、なんか、結構生物学者とかに何回か聞いたことあるけど、簡単に否定されたことが結構あって、あと昔の魚と今の魚は違うからあれ関係ないんだって言われました。魚型の生物であって昔いた魚って、まあ、今の魚とは別だから関係ない。いや、それは僕はあの日高さんにあのなんか、ね、動物生態をやるわけですよ。江戸時代の魚はそんなことしたんですかって聞いたんだけど、日高さんキョトンとしたいですよで飛んでるんですもんね。だから魚は永遠に不変だっていうのを前提しちゃった、だから琵琶湖の中をこうねやってるんだけど、江戸時代はそうじゃなかったんじゃないですかってまあ非常に根源的なことだっていう。私あの本当勉強不足ですから、皆さんも議論を聞いてお勉強させていただいている段階です。いや、まだ時間が20分ありますんで。なんかありますか？今日は大事に入らないところね。この時間に入らない。そしたらですね、いくつか私、ここで議論すべきことがあるんですけど、すべきことっていうのはその、ですね、あの未知学に対する論点の出し方で、あの非事故の下から見直すってことですけど、私もこれ言い換えで可能かどうかってお聞きしたんですけどね、非事故の下から見出すっていうのはこうですよね。この場合の非自己というのは近代的な自我を支えているような無意識、まあ、そういった観点から見直すと、そういうことでよろしいんですよね。もう一回言いますね。非自己の視座から見直すということは別の言い方をすればこうじゃないですか。近代的自我を支えている無意識という視座から見直すことだと考えて、違う。うん、自我は無意識は自我の領域でしかない。非自己にも無意識はない。非自己には無意識はないってことですか。はい、そういう意味ではさっきピアジェは白紙のとこから始まるって言われたじゃないですか。西洋 その近代個人主義みたいな考え方っていうのは、人間ってのはやっぱり基本的に白紙だみたいな考え、それでいいんですか。うん、そこに行っちゃった、ね。だからゲーテなんかそんなこと言ってないわけですもんね。あ、それが近代の中でそういう前提に入っちゃった。科学の客観化してってことに対応してそうなる。そうすると無意識の概念というのはもう必ず意識との対概念だと考えているわけですね。したがってこれは理論的なし論的に言えば、いわば無意識っていうのはやっぱ自己的に見なされるんだということですね。そう考えていいでしょうですね。そうとはならない。自我を形成している歴史的な規制領域っていうのはあるでしょ。だって3世代前とか4世代前とか、うんうん、それは自我という領域、僕の言い方で域ですが、自我という域の中で構成されてきている 領域ですよ。これ別の言い方するとね、もうあの西洋人にとって、特に女性なんかそうなんだけど、父親の存在の異様なる大きさよ。ぶったまげろ。日本人はあそこまで存在してないですよね、エディプスが。あ、本当にこの人たち精神分析必要なんだと思いますもんね。
にそんな精神分析ほとんどしないし。そうですね、問題はそのじゃあ非事故っていうのがどういうそのがんの位置になるかっていうことの問題なんですけど、今のその自我なしは自己意識と無意識との関係をですね、その図式化すれば、これを図式化、領域化すれば、この領域全体がいわば精神、まあ吉本の言葉は身体現象の領域だというふうに考えてよろしいんですね。自家なしを自己意識と無意識、この全体を身体現象と考える。したがって非自己というのはそういった身体現象を支えている、まあ何か身体的な活動も含めて何かということで非自己を言っているというふうに考えてほしいんです。いや、そこは今のところ僕の図式の中ではこれまだだんだんちゃんとしなきゃいけないとなってきている。単純に事故と非事故なんですよ。これは相入れない。ただここを不統括してるのはこれは自分なの。ね、だから自分でおのずと分けてるんです。事故と非事故っていうのを勝手に理解して、そう考えてる。で、ここにだから心的作用が働くわけでしょ。心的な。それでこれが主体であり自我論。だから別な言い方すると西洋的論理はここしか見てない。いうふうに前提です。で、無意識なんていうのはここにしかない。そうすると日本語の言語表現というのはほとんど非自己的領域です。だって僕が怒るんじゃなくて腹が立つんだ、頭に来ちゃってるんだ。もうそういう言語表現。今あの図の中で官主観っていう言い方をする部分ってどこにあるんですか？これとは別の話です、もし強いて言えばここにも他者がいて、うん、で僕の場合他者っていうのはここに関わってくるんですね。それは他者、他者っていうのはこの非事項ですね。あ、ちょっと申してた、ごめんなさい。ここは非事故ですね。ここは非事故。で、ここで交通することなんです。ここで。これが、まあ、強いて言えば監視官だけど、それは監視官と言いたくないです。もう恋愛の追現象なんです。絶対ここですよ。確実にそう。私の絵を描いてもいいです。いい時間があるんで。はい、いいですか。私のちょっと恥ずかしながら。いますよね。それでこういう心が共同幻想で、ここが追幻想でここが個人幻想、どうですかね。どこが個人幻想。ここ一人のところが人間ですね。ここが人間一人のところの、ここが個人幻想で、これがさっきの事故ね。で、これが、ここの心的領域が対幻想で、裏解釈ね。それ、これが共同幻想という。で、西洋近代主義っていうのは、
個人幻想だけの人間っていうのを想定してるけど、吉本は、この3つの神聖っていうのをダメですか神的っていうのは性的っていう性的っていう性的生々しい水幻想は股間の方がいいんじゃないですか。股間の方がいいんじゃないですか。だけど幻想ですからね。幻想見えるけど心のそれはさっきあの山本さんが書かれたやっぱり非自己と非自己との幻想の部分だと思います。ここで議論すると先回りなんだが、今山本さん、戸田さんが図を書いたので、お、出るかな。いや、一旦ここで質問しておく方がいいんだが、山本さん、これ共同幻想はどこになります？ここで言うと共同幻想は山本さんの図で言うと全然別なところ、全然別個、死体は全然変わらない。そこは共同幻想ですね。そして宇田さんまだ死体絡んでるでしょ。うん、死体絡んでる。じゃあ宇田解釈との違いはそこだってことですか。うん、死体絡んでる。事故ってセルフなんですか。セルフとか意識とか。事故はセルフですね。事故はこれは事故はセルフです。英語でセルフ。これは確実な自我が愛とか意志とかそうですか。いや、あの同じですよ、うん、あのそうすると S 的なものはですか、ね、フロイドの S 的なものは。そうは、要するに S も同じです、うん、S もセルフも部分にしないのは全部同じドイツ語の S も、ちょっといいですか、ここ。あ、ドイツ語の S、 ドイツ語の S っていうのはあの、イットになりますから、はい、あのちょっと違いますね。イドとかイットとか、ええ、ドイツ語の S っていうのはちょっとこの領域では非自己に近い、非自己に近いんですけどね、これはまたちょっと厄介なんですよ、うん、ちょっとそれ位置づけ僕考えなかったな、うん、ちょっといいですかね。イットがどうなるかですよね。イットがそうですね、イットがどうなるか、うん、あのよろしいですかね、はい、今ここで議論してもそれほど生産性だと思わないんだが、一応ですよ、あの今の議論限定ということでいくと、あの山本さんの図の場合のいわゆる人間個体の自己幻想というのはあの赤い丸になるんですか。むしろここですね。それは自己幻想ですか。ここに関与するの。あ、それは自己幻想。そういう解釈ですか、ええ、だから意識的にやれば死として表現されるんですよ。無意識的なものじゃなくて、あの非自己的なものじゃない。そうですよ、ね、ちょっと今度概念構成の関係の問題だけど、吉本さんの共同幻想論というのはいわば 全幻想領域という言葉を使って、うん、そこの全幻想領域というのは、いわば3つの、まあ、携帯という言葉を使うとあれなんで、一領域という言葉を使いますが、全幻想領域は3つの領域に区別できると。で、自己幻想領域、自己幻想と追幻想と共同幻想と言いましたかね。そうすると、山本さんの総論図では、全幻想領域というふうに言ってしまうとですよ、あの空間が空いてるから、全幻想領域をいわば必要かと自分で満たしてませんよね、うん、そこの空いてる部分は何なんですか。いろんな幻想の絡みが出てる。それで吉村さんが決定的に間違えてるのは、すさのように自己幻想があるって前提にしてること。だから吉村さんの自己幻想ってこうなってるから、すさのは自己幻想があるって見ちゃうんです。ないですよ、ね、でこれはもう本当に近代の話、こんなので出来上がってくる。だからそこを倫理の問題として処理していくんですよね。それが甘つくのね。でもそんなものはないもん。
や、あれ別に罪じゃないの。だからここにいろんな幻想のこういろんなこう共同幻想のいろんな海底のものが出てくるっていうふうに僕は考えたんです。でも常に幻想が全てをこう覆うというふうには考えてない。そこはもう結局違うんですね、吉川さん。だって国家の共同幻想があったって多少面できるんだもん。でそれがだって自分だってこれは要するに違反してるなって分かってたってできるんだ。だから僕のプラスチック論から言うと全部それずれるんですよ。あの吉本さんのあの幻想論体系の基本骨格っていうのがもちろん全量あ吉本さんの幻想論におけるその領域っていうのは自己幻想と対幻想と共同幻想によって人が十分によそれで占められてますから、全幻想は3つの領域で分割されてこの間はないんですよね、吉本さんの場合は。でまあ場合はっていうか一応そう解釈を私はしてるわけだけど、そうするとそこのその解釈をした上で吉本さんの幻想における問題ってことを言ってるわけですね。そういうふうに考えてほしいですね、山本さんの場合は。よりも今回僕共同幻想を読んであまりにもずさんだよ。いやそれは俺改めて見てさ、こんなにずさんだったのかって。でもそれ初めてのあれだったから衝撃的にこれ読んだのかと思いながらだけどね、ボコボコだらけだよ。いやそれは私もそう思いますけど、ボコボコってかなり問題があると思いますけども。だから吉本さんってやっぱり問題定義者、はい、本質からの問題定義者のしかも非常に真っ当な鋭い定義をしてくれた、はい、だから本当それを前提にしてきちんとこっちはね そっから考えていけるんですよ。そういう議論ができる場がアカデミズムにないじゃない。まああので学者といえば高橋雄一ぐらいで対話できる。まあそこはまあそこは認めますけど、ね、だって前田秀樹と対話できるってできないの。できないですか。できない。まあまあ吉本さん、その吉本幻想論に関するね、対話が違うからでしょう。まあそこは。本当に学者はいないですよ。これおかしいよ、やっぱり。なんかその問題提起してずさんなとこだけ見て、みんな見ちゃったんですよ。こんな乱暴だとかさ、いい加減だ。山口じゃないみたいな話にすぐなって。山口も浅野社長もそういう感じ。そのでどうだって言えることじゃない。学生の言うことじゃない。だから例えば次のライターこれライじゃないじゃないか、誰だっていうことになる、そういう次元じゃないじゃない。あのそうそうね、あのその宇田さんの図が出たので、この宇田さんのその共同幻想を参考にならなきゃいけないんだが、あの宇田さんのようにその共同幻想を概念構成した場合ね、あの図だけに限定すると、これは自己幻想の相和になるんじゃないですか。違うから分けてる。相和だったらあの自己幻想だけを書けば、それこそ近代主義の考え方じゃないですか。そうじゃないわけね、あの図では、うん、だから、うんうん、ポンってプラグマチックにはそういうやり方の方がいいのかもしれない。あの分かりやすいと思うんですよ、ね、分かりやすい、うん、話として、うん、でも僕から言わせるともう誤解とこういうものひたすら見るようになって、まあ、ざっくりででもそこから次行けばみたいな自己幻想もそうではないと言ってるわけですね。だから共同幻想っていうのは、吉本さんのどこでやって成立するって、まあ、それが国家みたいなすごいあれもあるけど、この6人でもここに同じそのつながりと規範っていうか、やっちゃいけないっていう暗黙の世界が規範があると思うんですけどね。そうするとね、あの、まあ、問題はあの図のっていうのはその人型をした図があって、うんうん、でそこでその図をもとにして共同幻想、対幻想、自己幻想というのを図式化したために起こる問題だと思うんですね、うんうん、問題っていうのは、うん、
あのように書いてしまう、書いてしまうと共同幻想っていうのは自己幻想の総和として捉えられてしまう。でもし形態の差としてあるんだったら、うん、ああいう書き方したらいけないと思うんですよね。そういやでも、うん、まあ共同幻想置いといてね、うん、対幻想のところは山本さんが書かれたのと同じことを書こうとしてる。それもそこも相違に取れない。いやもちろんそれは取れないね。取れない、もちろんそう。それはあくまで、だってこれもうこれあるんだもん。そうそう、身体もっとね答えがあってうん、うん、したがって難しいのはその、うん、何かというと、いや、もっと書いてもいいか、あんまり時間いいからいや、いや だから、逆に言うと、いや、実はまあ、だから、一個人の人間から見ると3つのその関係論でいう、あれで言うとこういう共同幻想の世界の心的領域と、それからここは点点点だけども、他者一対の他者との、こういう対幻想とあと個人幻想っていう3つの領域を一人の人間が持ってるっていう、一人の人間が持ってる、うん、いや、あのそう私は解釈してました。あなたもね、作品読んで、多分そうではない。そうそうそう、3つの領域があるっていう、それは人間個体のやっぱ身体現象の内部領域として自己幻想と対幻想と共幻想があるってことですよね、うん、まあそこが難しいかなって言ったのは、対幻想ってやっぱり他者がいないと出てこないから、うんうん、個人の中にこうなんか そのものとして存在してるってイメージじゃないんだけど、2人になった時にそこに2人の間で、例えば私と木場さんの間にここに、共同の申請があって、それがこうお互いこう入ってるっていう、いや、そこはね、もう厳密に議論するべきだって、うん、例えばフラトン先生分析学におけるずというのは超自我と自我、うん、無意識でしょ。でね、そうするとね、あれは人間のいわば一応身体世界における超自我と自我だから、うん、そうするとこの超自我というのはいわば概念構成からいけば、自我でないもの、うん、自我をいわば規制するようなものとして考えるわけですよね、うんうん、でそういうようなね、そのフロイトの精神分析学における人間の身体世界におけるその区別の仕方とね、うん、違う、うん、いや、宇田さん同じじゃないの。いやいや、基本的に、つまり超自我の位置に共同幻想できるんじゃない。フロイトの超自我っていうのは、うん、やっぱり、フロイ吉野さんのフロイト批判っていうのは、フロイトは対の関係の性っていうあれを扱ってるけども、観念でいうと個人と個人との関係っていう形で転移だとか逆転移みたいな、共同の神性っていう形で扱ってないっていうのが、吉野さんのフロイトの批判で、フロイトは、それこそ超自我も自我も一個人の中にありますみたいな受け止め、うんうん、私はそうじゃなくて、その共同幻想っていうのは例えば集団になった時ピッとこうできる世界、パッと、そこで出てくる世界っていうのが、その時にね、問題なのは、うん、問題なのは、人間個体の身体現象、概念でいうとですよ、うん、まあ、集団になった時にできると言ったけど、うん、そのいわば共同幻想はどこに存在してるんですか。存在してる場所はどこですか。存在してる場所は見えない。だから見えないから、見えないって言うでしょ。いや、見えないって言ったら、ただね、吉本さんが、理解されないっていうのは、対幻想も、それ、共同幻想もそうなんだけど、対幻想も見えないから。概念は見えないよ。概念は見えないから。概念って言うのさ。概念はね、うん、視覚で見ることはできないんですよ。どんな概念、そうそう、うん、概念というのは視覚で見ることはできない、うん、というよりね、こういう言い方がいい。もう今の学問体系は、例えば心理学でもそうだけど、心っていうのは個人の中にクローズしてるっていう意味が、それがアカデミックな世界だから、こういう世界を認めないんですよ。だから言葉として感主観ってあるけども、もう心理学っていう世界になったら、それ個人の世界ってなっちゃうんだけど、吉本さんは違うと思うんだよね。
うん、そしたらじゃあね、うん、共同幻想は一体どこに存在してるかっていったときに、じゃあその存在する場所をね、言わなきゃいけないが、しかし自己幻想にしても、対幻想にしても、共同幻想にしても、いわゆる視覚において、うん、五感における視覚において見えるものじゃないの、うんうん、それは、対象物として、うんうんうん、じゃあですよ、うんうん、自己幻想、対幻想、共同幻想は一体どこに存在してるのかと問われたときに、どう答えればいいかっていう問題を解説するんでしょ。私はこう言います、うん、最初は今の問題に対して、うん、共同幻想は吉本さん即してっていうだけに限定して、宗教法国家というのが共同幻想ですので、あと宗族とかいうのも共同幻想ですので、私はこれはそういう文脈でいけばですよ、そういう文脈でいけば、あとそれに即してってことなんですけど、人間個体の身という現象のいわば外部です。これ外部という表現をするのはね、非常に重要な表現だ。それは、うん、つまり、規範が一体どこに存在しているかっていう問題と同じなんです、うん、つまり共同幻想がどこに存在するかっていう問題は、規範とか種族は一体どこに存在しているかっていう問題なんです、うんうん、それは我々通常、我々は人間の身体を持った個体と個体とのいわば社会的諸関係という概念を持ち込んでいて、で関係はどこに存在するかという問題と実は同じなんですよ。関係はどこに存在するかという問いと、共同幻想はどこに存在するかという問いと、規範はどこに存在するかという問いと、実は同じ問いなんです。同じ問いなんです。そうすると、じゃあその場所を特定するときにどう表現すればいいのかという問いなんです。で、今木場さんは外にあるって言われるじゃないですか。それは比喩として、ね、比喩としてね、うん、それ以外に今のところ文脈からしてね、うん、そうするとね、対元素もそう、外にある二人の人間の関係の関係ですから、うんうん、うん、関係はだから外にあるって言い方、だから比喩だから、要するに関係とか規範とかいう概念は、うんうんうん、もう一度その人間の身体を持った何らかの共同によって作られている一定のあるあり方を指すわけです。その場所に存在するとしか言いようがない、うん、言い方はね、うん、それを内部と外部と言ってしまうと、うん、ある種の混乱を起こしてしまうんですよ、うん、なぜなら、あ、そうね、うん、ある種の それが分かります、うん、だから並べて言わないにしてるんだけど、したがって言い方はね、うん、そう、言い方はね、外部と内部という言い方はね、うんうん、もし言わないんだったら、うん、共同幻想はどこに存在するかというと、私はね、関係と存在する。それがいいな、それは私もアグリーできる、うん、関係の中にある、うん、それは内部外部だ、ね、内部外部にしない方がいいね、うん、そう、関係の中にある、うん、中にあると言ってしまうと、あ、じゃあそうか、関係にある、そう、関係だと、関係だと、うん、例えばね、うん、あ、それはアグリーできる、そういう形に、ね、うん、いくんじゃないでしょうか、うん、そうすると共同幻想と対幻想は関係にある、関係です、うん、自己個人幻想とか自己幻想は文字通り真で現象存在している人間個体として、個体です、個体だ、それ、うん、人間個体、それも関係と見た方が面白かったりじゃないですか、自己関係、自分、自分との関係ですよ、うん、自分との関係、自己対象ですよ、そういう意味では関係です、うん、ただそこまでしてしまうと今度は関係における出産性を自己幻想と対幻想と共同幻想を関係という概念において区別しなきゃいけないから、うん、その問題に移行するんです、問題は、ね、関係のあり方にね、そうすると自己関係、対関係、共同関係って同じ問題が起こりますよね、うん、じゃあ関係どこにあるのかっていう問題、間にあるんですけど永久に間にある、同じ問題だよ、そうすると、でもこの間一番感じたのは共と共同幻想、擬音共同幻想みたいなのがあってね、それは個人幻想の中に強固に隔離されてるよね。それであれと思ったのは、じゃあ個人から離れた共同幻想っていう領域がそこに存在するかっていうと、今の近代自我の中ではどうも存在してないっていう感じでしたね、あれって思って他者を見てたね。だから個人幻想イコール共同幻想ってぴったりなんだ、うん、それが
こんなに強固になるのか、それで企業の人間たちもいるとどっかで個人幻想がブレてるんですよね、揺らいでるの、で京都みたいに文化のあるところだと今言ったようになんかフィットして確固としてあって、でこういう現象が今その起きてきてるのかなっていうのはちょっとね、ここ2回2、3ヶ月の実感ですね。相当強固ですよ、あの京都の。で僕の知ってる今度一子に向けてくれたの源兵衛さんみたいなの、だんじり祭りの方に一生懸命なってて、祇園の理事長から外されるとかさ、そういう現象として起きてる。でそのだから京都の伝統を守ってるんだと思ってる人たちの自己幻想と共同幻想の合体、だからそれはやっぱり共同幻想がそうですね、確固としてあるからですよね、企業体の共同幻想が揺らいでるから多分事故がこんなのじゃね、まあなんかそういうそういうようなことはこの隙間で起きてる。国つかみ論をいつ発売されるんですか。2月の11日。あ、もう決まってるんですか。それはインターネットとかアマゾンとかで買えるんですか。それここで原価は2000か3000ぐらいなもんですから、定価は4000何百円です。流通に出すから倍になっちゃうだけで、安くここで持ってきます。はい、あの一つだけ担当として機上販売は中止になりましたので。はい、持ち込んできてその場で販売して返していただくという形ですみません、よろしくお願いします。理由はですね、309から管理ができない、いやいや管理ができないということよりも309から301に変えたときに共同センター東京になって7万台ほど共同で使用しているのです。したがってこの機上の部分を変換ソシエルの販売だけに限定使うというのが優先の、いや、まあ、その問題だろうということで一旦実践してやめたということです。何団体共同でやってますからね、一応です。以上です。販売だなみたいな建てられない。みんな著者の人だから、みんな全員売れるところなんてどこでもない。ここで売ることは、ね、構いませんけど、何も近いけど、すいません、私も買いたいですから。売れないよ。ありがとうございました。長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。